はい、えー、今日の動画なんですけども、えー、っとですね、今日はちょっとね、まあ、少しためになるというか、まあ、漁師さんだったら、半分以上の人は分かってるかどうか分かりませんけども、まあ、知ってる話かもしれません。で、今映ってるね、これ、えー、っと、最近のね、トったの動画の、えー、イノシシの牙です。これね、今回ちょっとすごくびっくりしたんですね。 よくあの、イノシシの牙が、なんだろう。歯がついてるとか、歯を研いでるとか、切れるって言いますけど、これ皆さんわかりますかイノシシの牙って、こういう感じでね、本当は、ずっと一本伸びるんですね。それが、ここ、ピントが合いにくいかな。ここね。 ここから、ここ、こう切れてますよね、これ。これ実は、ここ削れてるんですね。あ、これわかりやすいかな。これ削れてるんです。で、どうやって削ってんのって、まあみんなね、思ってたと思うんです、これ。実はこれ、俗に刃がつく、ついてるっていうやつなんですけど、あの、どれぐらい刃がついてるかっていうと、 これ多分ね、髪切れますよ。これね、触った感じ、やばい感じがしますから。こう行くと多分手切れる。切れますね、これ。で、どうやって、じゃあこれって、歯がついてんのって思ったんです。ずっと思ってました。で、それが、やっと今回分かったんですけど、これ下の歯ですよね。これ下の歯。ね。で、 これ、まあ上の歯ですよね。こういう風になってるんですよ。く。歯がついてる。で、こっち側が、味噌だったんです。実は、これ、すっごくわかりにくいですけど、これね、ここ、ヤスリなんですよ。これ実はね、爪も、これ、溶けちゃうんですよ。 これ。あの、まあ、簡単に言うと、これね、砥石の何番ぐらいかな、この目。結構目の細かい、1 0 0千番ぐらいかな。千番とか二千番ぐらいの砥石の肌触りの感じです。これをどうやってじゃあこいつら研いでるかっていうと、 これ,これ違うなニアセラこれ見てくださいぴったり合いませんかこれでもちょっと歯が反対かなこっちかなやっぱりこれ見てくださいこれぴしゃりでしょ これでこうやってちょっと寄せるより拡大しようか見てくださいよこんな感じですまあ要はこのぴしゃり感まさにこのイノシシのこれぴしゃりすぎてほら こ,れね、こっちが削れてるんですよであの砥石ってね実はこの削り粉が大事でまあイノシシの口の中で濡れてますよねで濡れてる状態でこれこうやって削るとまさに砥石効果ですでこうやって削ってるんです歯ぎしりしてするとどん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 これがこう削れていってあっこれね刃がついちゃってるんですこれは やばいですよこれはやばいじゃあこれがね実際にじゃあほに紙切れんのって思うと思うんですねでそれをね今からねやってみたいと思います実際にじゃあ本当に切れるのというのをやってみたいと思いますということでえー、っとここにね紙を持ってきました じゃんこんな感じでさあこの紙がこの紙が切れるかどうかですどっちが刃がついてるんだろうまあ今研いだからないやーえげつないなこれしかしこうはしたくないですねやっぱりうわーすっげこれ別に研いでないんですよ こっちは今ちょっとトイだっちゃトイだけどまあでもえげつないなこれはねやられますよねわこっち側すごいなさあじゃあ実際にこの紙を切ってみたいと思いますこっちがねトイしこれが下の牙これ上の牙なんですよこれ上の牙 じゃあちょっと実際ね切ってみたいと思いますさあ切れたかじゃん切れてます切れてますよやばいですよねこれ 当然かいか。よこれやばいと思いません、ね、これこれ切れるんですよやばい下のテーブルに傷がついたかもこれやばいですね今これを使ったか こっちの方がえぐいなちょ。こっち側でやってみましょうか。この辺で。いきます。うわ、こっちすごい。切れてる感は半端ない。あ、でもそうでもないな。こっちの方切れるな。こっちの方切れますね。これだから、研いでるんですよ、こいつら。要は、みんなこういう上の牙って思ってたこれ。 これ砥石なんですこれ多分ねナイフ研げると思いますよこの感じちょっとナイフ研いでみたいなでもナイフ研いでるしなこれ砥石として持ってたらねいいかもね山で歯が落ちたらこれでシュッシュッてやったら取れる研げると思うよそうちょうどまさにそうだ茶碗の裏側のザラザラしてるところあの感じその陶器の 角ですね。裏ですね。なんかあんな感じですよ。触った感じ。だから白いのつきますけど、これが水に濡れて、その、砥石の効果が出るんですよ。これ私ね、初めて知りましたというか、皆さんこっちにばっかりね、漁師さんみんな注目するんですね。でも実は、やばいのは、こいつが砥石効果があったってことです。 いやーすごい。だって見てん、この、やってました感、半端ないでしょ、この設置感。ほら、ぴしゃりよ。ほら。これだから多分こっちの歯じゃ合わないのよね。合わないよね、空。映ってるかな、ちゃんと。ピントがいにくい。これ合わないよね、空。 だから多分こっちの歯のこれ上なんですよなんでほら見てんこれえげつなほらぴしゃりちょっとピントが合いにくいけどこうなんでしょうねきっと白だからいけるのかな だからこうだよねこう生えてるからこんな感じか合うねやっぱりこんな感じですよ多分拡大した方がいいんだろうなうーわっぴしゃり これ研いでた証拠ですねピシャリってこここれはえぐいわこれはえぐいこうやって研いでたんですよ結局それですり減ってるんですこんなにも本当はどうですかねここぐらいまではあっても良さそうですよねこの雰囲気でもこんだけも減ってるんです上胸怖めっちゃ歯ついてますから 恐ろしいですねこんだけ削れてますからねこれが結局まあ刺さるわけですよこう,、まあ、こうちょっと外向きついてるんですけどこう刺さってグワッと貫通してシャッとやられたりとかシャッとやられると切れますよね簡単に。 これはすごい。あこっちのがはついてるわ。これちょっと切ってみようか。いきます。切れてるこっちこっちがついてるこれがついてる。こっち側か。はい、いきます。うわー、いく。 これはやばい。あのー、まあ、これね、何が痛いかって、これ見てるね、漁師じゃない人。ね。これ、そんなに大きいの死じゃないんですよ、実は。まあ、大きいですけど、もっと大きいのいます。いっぱいいます。勝てるわけないじゃないですか。絶対。で、これをやっぱり軽視して、イノシシがね、見たら逃げるからって言うけど、もし逃げなかったら、これどうします手だったら貫通してますよ、ほら。で、裂かれますよ。 噛まれたら、こう来ますからね。こう来て、こう行きますから。で、バッてやられたら裂かれます。で、この、やっぱり、かなり先もね、先端が、やっぱ結構鋭利ですからね。肉ぐらい簡単に刺さるんじゃないですかね。危ないと思います。で、私が以前撮ったやつでたまたまあったんですけど、この、刃。意外と、これも大きかったんですよ。ですけど、この差は結構ありますよ。 まあ、太さも違いますけどね。明らかに太いし、こっちの方が。あと、これは、丸いですね、歯が。そんなに研いでない。だから、どれだけ危険かですね。それと、うわ、これやばいやろ、これ。やばっ。下傷ついた。切れちゃった。怒られちゃう。でね。あと、まあ、これちょっとおまけですけど、このサボット弾っていうのがあるんですね。 最近使ってますけど、これ中の玉が綺麗に、あの、潰れずに出てた、まあ、取れたんで、まあ、ちょっとご紹介ですけど、これ銅弾って、銅でできてる玉ですけど、こんな感じの玉がね、まあ、ここがプラスチックなんですけど、まあ、当たったらこれが、ま、こう広がって、マッシュルーム効果って言われてるんですけど、これ広がらずに骨でたまたま止まってたのが、そのまま出てきたんですけど、 まあこういう球をね今はちょっと使ったりしてますこれすごい重たいですよ銅ですけどで、まあ、いつもはねこういう感じでえっとこれスラッグ弾っていう普通のねよく使われてる球ですけどこんな感じで出てきますけどまあ比べるとねなんかまあ潰れちゃってるんでねこんな感じですけど一応全部と持ってはいるんですよいろいろとね出てきます こんな感じで潰れたり銅まあやっぱり鉛はね潰れちゃうんですね鉛は潰れちゃいますでやっぱ銅の方が硬いのかなと硬いのかな銅のがまあ硬いか硬い気がしますねやっぱりまあそんなね効果があったりしますまああとはねあの他の漁師さんがまあ処理施設ですから持ってこられますけどなんかこういうのもありますね これはここに5枚だかな刃みたいなのがここにバーンと当たったらこう飛び散るようななんか仕組みらしくてまあ恐ろしい弾だなと思いますけど、まあ、肉はねもう全然ダメでしたねこれはまあそういう弾もありますまあ処理施設をやってるとねいろいろ弾でできますんでこれはね私がね使ってるエアライフル綺麗に潰れてます まあこういうね、弾もありますんで。すごいでしょう。潰れるんですよ、これ。これ、ハデスっていうね、弾かな。普通の弾は、普通のエアライフルの弾は、これもハデスっぽいな。なんかね、普通のやつは、あるかな。 こんな感じかななこんな感じでできますけどハデスはやっぱ潰れる上にこれでさらにライフリングで回転してるんでまあ結構ねすごい威力になってると思いますどんぐらいかっていうとまあ例えばこれ12番あじゃあ間違えた20番20番とそんなに変わらないぐらいの径ですね潰れてしまえば。 なかなかね、こういうのも見てもね、面白いなと思います。はい。まあ、ということで、まあね、これはちょっと余談ですけど、まあ、あのー、これやばいっすよ、この、牙。ほんと。切れますから、髪しかも結構綺麗にね、切れるじゃないですか。えげつない。なので、まあ、あのー、イノシシがどれだけ危ないかっていうことです。 あの皆さんね、ちょっとね、勘違いされて、よくイノシシがね、逃げるからとか言うけど、たまたま逃げただけですよ。たまたま逃げた。逆もあります。たまたま襲われた。でもどうですかたまたま襲われて、たまたまでも、これで攻撃されたら、まあ、ただじゃ済まないと思いますね。まあそんな感じでね、皆さん、これはまあちょっとまあ、うーん、 まあ、軽的ですけども、まあ、こういったね、ことをね、いろいろとね、私たちも、こういった危険から、まあ、自分の身を守りながらも、なんとか取ってますし、あとやっぱりね、猟犬が、やっぱりね、命にさらされながらも、しっかり人間のために働いてくれてるっていうことをね、まあ、ご理解いただきながら、まあ、さっきもいろいろ狩猟に対しての、まあ、ちょっとね、風当たりは強いところありますけども、本当にやってるね、ガチ勢って言われてる、命かけてやってる漁師の方と、 やっぱレジャー、趣味。まあ、あの、遊びとしてね、されてる方いますけど、違いますから、覚悟は。で、重さもね、えー、っとね、まあ、100キロ超えに見えますけど、前撮ったやつは。ま、あでも、ほとんどの人は100キロ超えだって撮った人は言うでしょう。実際測ったら、そんなことないです。引っ張れましたから。80キロを超えたらね、多分ね、私でもなかなか引っ張れないんじゃないかな。動かない気がします。100キロが引っ張ない。 動くって、100キロ以上体重がないと無理じゃないかな。だから100キロなんて引っ張れないし、100キロなんてね、簡単に言うことじゃないです。本当に100キロの見たことありますけど、いやもうなんかドラム缶みたいですから。まあそんな感じですね。まああの、皆さん本当にね、えっ、ー、と、これからタケノコを掘るシーズンですけど、あの、タケノコが食べれるんですよ。咀嚼できるんです。私たちタケノコ食べれないでしょ、生では。あいつら食べますから。 そんなやつの咀嚼力と、この牙、勝てません。で妄想だけにいるのは、結構ね、オスな確率は高いので、タケノコ掘りって、やっぱりあんまり舐めてかからない方がいいと思います。はい。ということで、えー、今回の動画は以上です。皆さん、気をつけて狩猟されてください。